4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はアロハセゾン、竹のベルベット、先頭残り 200m、 竹のベルベット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。竹のベルベット粘る、マチカネスプリーン迫る、竹のベルベット、竹のベルベット。1着、2着にはどうやらストレートクイーン、勝ったのは竹のベルベット、マチカネスプリーン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はゴールデンサッシュ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はゴールデンサッシュ、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 ゴールデンサッシュ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エンゼルエトワール抜けた、東海ホーネット追いすがります。エンゼルエトワールゴールイン、エンゼルエトワール1着、2着にはどうやら東海ホーネット、見事に勝ちました。エンゼルエトワール東海ホーネット2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のヤマニンミラクル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。マイスタージンガー前に行きそうです。続いていくのがアフリカンバラッド、その外にオートリコンサート、フィールドサンクス、そのうちに続いています。好位置をキープしています。西のフラワー、 AP ジェット、すぐ後ろ、その隣にヤマニンエリザベス、その横にチックスビューク、内からはスイープカフェ、その隣に石庭竜王、すぐ後ろにヤマニンミラクル、ピンクの帽子大鳥シーン、その後ろ、その隣にダークジハード、アグネスブライト、そのうちに続いています。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。この辺りで先頭が変わりました。アフリカンバラッド、2番手は西のフラワー、これは絶好の手応え。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った西のフラワー、西のフラワー先頭、引き離しにかかる。2番手はマイスタージンガー、懸命に追いすがります。やはり西のフラワー先頭だ。あと 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はシュワトワイニング、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はシュワトワイニング、西のフラワー素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。